僕は思った。僕を殺すとはどういうことだろう。僕を殺すということだろうか。ナミは疲れてる。早く何とかしなければ。だが時には突き放すことも大事だ。そんな山よい事を言ってると化け物に食われるぞってことで、今回は、音切り草です。音切り草実況をやっていきたいと思います。今回は、なんだっけな、双子編？双子編ってやつをまだやってないので、ここで A を選びます。僕を殺すとはどういうことだろう。これマルチポイントじゃなくても、分岐する直前まで来てます。波がいた。夜なのに、ゆらゆらと陽炎の燃える中庭だ。波は揺れる風景の中にいた。風景の中では、幾組もの双子の女たちが血塗られた剣を前にして泣いている子は。波！僕は叫んだ。来ないでそこのお前！この人たち、みんな母親を殺して死にきれなかった人たちなの。ナミは泣き声で叫んだ。ちょうど私たち姉妹のように、ついに罵ってすらくれなくなりましたね。双子の女たちの霊は風となって消えた。ナミ！僕はまず叫んだ。女たちと一緒にナミの姿までが闇に溶け込むように消えてしまったのだ。ナミー！展開が早いな。僕は叫びながら狂ったように屋敷中ナミを探し回った。そしてやっとナミを見つけた。ナミはそこに凍りついたように立っていた。そこのお前、ナミ。僕が歩み寄るとナミの体は立ったままの姿でスーッと空中へ浮かび上がった。ナミ。駆け寄ろうとする僕の前へふっと白いものが現れた。私たち殺したのよ、もう一人のナミ。それはナオミだった。おい、ナオミだな。ナオミは宙に浮かぶナミを見上げていった。分かっているわね、ナミ。私たちお母さんを殺したのよ。するとナミもぼんやりオウム返しに繰り返す。私たちお母さんを殺したの。よせ、返事をするな、ナミ。僕はナミを黙らせようと叫んだ。そうよ、ナミ。私たちお母さんを殺したのよ。ナミはまだ暗示をかけている。おい、やめろ。僕はナオミにつかみかかった。わっ、その手がナオミを突き抜けてしまった。ナミ、あなたを罰してもらわなくっちゃね。お母さんが待ってるわ。ナオミは消えた。ナミは気を失った。超展開すぎて全くついていけないけど、どういうこと？ナミ。僕はナミを抱き起こした。分かってるのは双子編っていうことしか分かってないんやけど、ナミはぼんやりと僕を見た。そこのお前、殺してないよね。私、お母さんを殺してなんかないよね。ナミは涙ぐんでいる。バカだな、赤の他人なのかな。思わず僕まで涙ぐんでしまう。当たり前だろ、ナミ。バカな考えに取りつかれるんじゃない。ナミは俺だけを信じていればいいんだ。ナミの目が不安そうに震える。いやでもさすがにこんな赤の他人感あふれる二人の関係じゃね、信じろって言われたって無理があるよ。しかもこんな屋敷で。私殺してないよね、ナミ。僕はナミの肩を掴んだ。ナミはちっちゃい時この屋敷を出た。いいか、ここまではそうだったとしよう。それきり今日まで忘れてた。十何年もお母さんと会っていない。それでいつお母さんを殺せる。そうよ、そうよね。ナミは力なく言った。私はこの家から出されたんだもんね。私はお母さんたちに捨てられたんだもんね。どうして私だけ捨てられたの。バカ、そんな話は後だ。でも私捨てられたのよね、結局。ナミさんネガティブですね。突然揺れが襲った。あ、屋敷になった母ちゃんか。ナミは誰かの声でも聞いたように急にビクンとなって叫んだ。なぜ育ててくれなかったのよ。屋敷は一層揺れた。本当に屋敷が母ちゃんじゃないのこれ。ナミ。僕はぎょっとナミを見た。ナミが遠ざかっていく。あんまり揺れたらちょっとボイラー爆発するからやめて。見えない力にも引っ張られているようにナミがどんどん遠ざかっていく。だがナミは悲鳴一つ上げる。むしろまるで子供が母に甘えるような安らぎの表情さえ浮かべている。ナミ、待て。僕は追った。ナミが廊下の暗がりへと消えた。ナミ。もうナミの姿はなかった。どこへ消えた。わずかに開いているドアが目に入った。ここだ。僕はそっと覗いてみた。あれ、これなんかあったっけな。ちょっと待ってね。あー、どっちでもいいみたいだね。じゃあ力任せにドアを開けよう。
僕は力任せにドアを開けた。ナミはきっと振り返った。ほほほ、なぜ私たちお母さんを殺したのよ。ほほほって興味言わねえよ。なんだか様子がおかしい。わかったぞ、おい、お前はナミじゃないな。ナオミだ。私たち母を殺したのよ。表情も変えずナオミは繰り返した。なんでそんなデタラメを教える。ナミはどこだ。僕はナオミに詰め寄った。私たち母を殺したのよ。ナオミは感情のない涙を流していた。今年で罰せられるべきなのよ。私はもう罰を受けたわ。君は自分がもう死んでいることを言っているのか。ナミもね。そうならなければいけないわ。でないと。ナオミは言った。ナミは呪いを受けてミイラにされるわ。すぐミイラやすうりすんな。よし、わかった。僕はここで聞けるだけのことを聞き出してやろうと考えた。君たちはなぜ母親を殺したんだ。呪いよ。この館の呪い。館の？この家にはそんな力があるのか。この館は中世ヨーロッパに建てられたものだったわ。中世ヨーロッパに建てられたかもしれんけど、ここ日本やからな。その時からずっと呪いが。普通に日本の年号で言ってもらっていいですか。ナオミは正気のない声で話し始めた。明治の初め、そう、明治とかそういうのでいいんだよ。館は日本人に買い取られ、解体されて日本へ運ばれた。ああ、そういうこと？この館自体がヨーロッパで建ったってこと？そんなことある？そしてここへ建て直されたわ。まさかの。でも館の呪いは永遠に続いていた。子供が親を殺すという呪いなのか？ナオミの姿はふっと消えた。待て、ナオミ。すると僕を案内するようにドアが開いた。僕は廊下へ走り出た。今度は目の前のドアが音もなく開いた。ナミ。飛び込むとその部屋の中にナミがいた。見て、あんなに。ナミはいきなり窓の外を指した。屋敷の裏庭だ。そこには墓石が並んでいる。墓石か。あんなに墓があったんだ。同じ墓石がペアで2つずつ並んでいる。双子たちの墓か。超展開やな。そうよ、母親を殺して罰せられた双子たちのお墓。いつの間にかナオミが立っている。それがこの館の呪い。西洋から移された屋敷の呪い。双子が自分たちの母親を殺す呪い。冷たい声だった。7歳のお誕生日に私たちはこの剣でお母さんを刺し殺したのよ。床にあった剣が生き物のように立ち上がると、空を飛んで、空を飛んでナミの手に落ちた。私はもう罰を受けたわ。ナミ、あなたもそれで。早くしないと呪いでミイラにされるわよ。はっ。僕とナミは同時に叫んだ。剣が光った。その光の中で僕らは7歳の双子姉妹が母親を剣で刺す光景を見た。そして剣とナオミは消えた。ナミは真っ青だ。今のは私。やっぱり私たち本当にお母さんを殺したのよ。よせナミ。私も早くお母さんに罰を受けなくちゃ。ナミがすっと歩き出した。行くな、ナミ。ついていこう。よし、じゃあ俺も行く。僕はナミについていくことにした。来ないで。ナミは青くなって僕を止めた。なぜだ。だって私罰せられに行くのよ。だからついていくと言っている。罰せられるってお母さんに殺されることなのよ。そんなことは分かってる。僕は言った。俺も一緒に罰せられてやる。何言ってんの。ナミの目にみるみる涙が溢れた。まあ、不法侵入とかそういうのでは罰せられるかもしれないね。そこのお前、私を苦しめないで。やっぱ他人なんだね、この二人。ナミは近くの部屋へ逃げ込んだ。ナミ。僕はすぐに追って入った。そこは変わった部屋だった。正面の古びた壁に、マリアの母子像のタイル画がはめ込まれている。ナミは部屋の中央にいた。ここ。祈りの間だ。僕は絨毯の上に、誰かがそこにひざまずいたような小さな二つの擦り切れ跡を見つけた。お祈りをした後だわ。膝跡がこんなに擦り切れるほど、何年も何十年もここで祈ってきた人がいるのよ。きっとお母さんもそうしたんだわ。ナミは床の跡に自分の膝を合わせて祈りの姿勢をとった。その途端室内の空気が変わった。どっからか子供たちのすすり泣きが聞こえてくる。声は近くの壁から聞こえているようだった。これだ。壁に留められている古い新聞記事があった。明治初期の新聞の切り抜きだ。
母双子殺し。その隣のちょびひげのおっちゃんが気になるね。何したんだろうね、あの人。そこにあの特徴ある書体で母親の双子殺しが報じられていた。母親の双子殺し、え、逆じゃないの。西洋から解体して運ばれ復元されたばかりの洋館で起こった不可解な殺人。記事には館がこの地に立つ以前からの本国での忌まわしい伝説も報じられていた。この館に住む母親は必ず双子を産み、自らの手でその子らを殺す呪いがかけられているという伝説。逆やん。わかったぞ、逆だったんだ。そんな真実を見出したかのような言い方せんでも、普通に新聞記事読んだらわかるよ。僕は叫んだ。ナオミの言っていたことは嘘だ。本当は母親が双子を殺してしまう呪いだったんだ。その時また室内の空気が揺れた。サメサメとした子供たちのすり泣きが再び起こった。レイたちは僕の考えが正しいことを教えたいのだろう。日記だ、きっと何かがわかる。お母さんの日記を調べてみよう。僕らはミイラの前に向かった。部屋にミイラはいなかった。日記はテーブルの上に置いてあった。あ、近づくと勝手にページが開いた。7月3日、私は双子を産んだ。日記はそう始まっていた。7月4日、子供たちは可愛い。だがとうとうあの呪いが始まるのだろうか。7月5日、私の右手が子供たちを殺そうと動く。右手のせいにすんな。夫に体を縛り付けて止めてもらう。7月6日、夫が急死した。びっくり展開。これも屋敷の呪いなのだろうか。おっと、夫もうちょい頑張れ。日記には呪いと必死で戦いながら二人の娘を女で一つで育て上げる母の苦労がせっせつきっきりきりきっきせつせつと綴られている。ごめんね、額がなくて。7月3日、3歳の誕生日。二人とも元気に育ってくれた。しかしこの先いつまで私はこの呪いの力に持ちこたえられるのだろうか。7月7日、ああ、私の手はまたあの子たちを殺そうとしてしまった。どうして屋敷を逃げ出さなかったの。波が叫んだ。日記はその問いかけに答えていた。この屋敷から脱出を試みた双子の母親は、母子は全てが変死しているのだ。とんでもない呪いやな。4月10日、また殺そうとした。何も知らず背比べをしている二人。4月15日、もう私の手元で育てることはできない。二人を養女に出す。私はこの屋敷に残る。これで呪いに勝てる。さよなら、ナオミ、ナミ。日記には涙の跡がにじんでいる。お母さん、私を助けるために。ナミは日記を抱きしめた。だがいくつかの疑問も残る。お母さん、なぜミイラになったのかしら。うん、呪いに背いた報いかな。じゃあお姉さんは。そうだ、ナミはなぜ死んで幽霊になったんだ。ナミと同じように呪いが及ばぬよう養女に出されたはずではなかったのか。突然ナオミの笑い声が聞こえた。ナオミお姉さん。ナミは急に立ち上がった。よせ、行くな。ナミ、話して、私確かめたいの。僕を振り切ってナミは部屋を飛び出した。ナミ、嘔吐した僕の鼻先に剣が突き立った。この剣をどうする。一瞬僕は迷ったが、なんか B の方がこいつっぽいな。なんかの役に立つだろう。なんかの役に立つだろう。僕は剣を抜き取ってナミを追った。僕はナミに追いついた。待てよナミ。ナミの目が恐怖で見開かれた。そこのお前、何をするの。そんな、そろそろ名前で呼んでくれてもいいんじゃない。せめて名字で呼んでくれてもいいんじゃない。危うくナミが身をかわす。僕の剣は壁をえぐった。そこのお前、やめて。他人行儀やな。に、逃げろ、ナミ。こっちは名前で呼んでんのに、相当嫌われてんのかな。叫びながら僕はナミを追いかけ、切りつける。体が、僕の体がナミを殺そうとしている。助けて、そこのお前許して。そうだよね、怖いよね、やっぱ、見ず知らずの他人にいきなり剣振るわれたら。違うんだ、ナミ。チキショー。チキショーって。このままではナミを切ってしまう。逃げろ、ナミ、待て。なんだ、僕は意味不明の言葉を叫んだ。なんか B の方がこいつっぽいな。逃げろ、ナミ、待て。僕は意味不明の言葉を叫んだ。突然空中にもう一つの剣が出現した。
空中の剣は僕に切りかかってる。え、行くぞ。僕は僕の剣で戦っている。こいつを叩き落とさなければ殺される。そこのお前、助けて。ちょっと上からじゃない、ナミさん。そこのお前ってちょっと失礼じゃないです。助けを求めるには。ナミの声にぎょっと見直した。僕が切りつけているのはナミだ。僕はナミを切り殺そうとしていた。こともあろうに僕がナミを殺すだなんて。いやだ。僕は僕の剣を放り出した。剣は一旦雪へ叩きつけられたが、すぐに鎌首をもたれたコブラのように立ち上がった。そして剣は僕の目の前、毎一文字に飛来した。無人剣は振り下ろされた。キャー、そこのお前。ナミの絶叫を遠くに聞きながら、僕の目の前が真っ暗になった。あ、死んだ。門の闇が僕を包み、それが少しずつ開けていく。おいおい、ミイラ用意すんのやめろ。僕はあのミイラの輪にいた。目の前の車椅子に女が座っている。気に満ちた美しい人だ。あれ、ナミの母だとすぐに分かる面影があった。ミイラじゃないの。ミイラに美しいもクソもないでしょ。どういうことだ。ナミの母は編み物をしている。そうか、僕は理解した。理解力、想像力が豊かなんだよ、この人たち。これはミイラになる前の母なのだ。だがなぜこんな光景が見える。ナミの母が僕を気にする気配もない。壁だ。突然僕は気づいた。僕は部屋の壁にされてしまっている。どういうこと。ナミの母は編み物を続ける。壁にされた僕はただその光景を見ている。外は雨のようだった。廊下に足音がしてドアが開いた。入ってきたズブ濡れの若い女はナオミだった。お母さん、会いたかった。これは過去の光景だ。ナオミが死ぬ前の、母がミイラになる前の。壁にされた僕がそれを見せられていたのだ。出て行くのよ、ナオミ。青ざめた母は娘に言った。今すぐお帰りなさい、ナオミ。お前はここにいてはいけない。どうしてお母さん、私が嫌いなの。私この雨の中歩いてきたのよ。夜の山道を1時間半も歩いてきたのよ。ナオミは泣き声だった。ああ、それでナオミ殺されちゃうのか。ダメなのよ、ナオミ。ダメなの。お前は呪いの力で呼び寄せられただけ。違う、呪いの力なんかじゃない。お母さん、私はお母さんに会いたかったのよ。ナオミは車椅子の前でひざまずいた。お母さん、私は聞いたの。お母さんが私たちを助けるために私たちを養生へ出したこと。そのためにお母さんは屋敷の罰を受けて事故に遭ってこんな体にされてしまったこと。私そばにいてお母さんの役に立ってあげたいの。お帰りなさい、ナオミ。私はお前に会いたくない。お母さん、私はお母さんが好きなの。ナオミは母の手を取って泣いた。母はその手を振り払い、車椅子を進めてドアを開けた。出ておいき、ナオミ。二度とその顔は見たくない。お母さん、ああ母の愛だね。母はナオミを突き飛ばすようにしてドアを閉めた。わかったわ、お母さん。ドアの向こうでナオミが言った。じゃあ今日だけ止めて。子供の頃のあの私たちのお部屋で今夜一晩だけ眠らせて。母は答えなかった。手で車椅子の肘掛けをつかみ、全身を震わせながら何かに耐えているようだった。途端に光景が変わった。僕は子供部屋の壁だった。何を言ってるんだろうね。疲れてんのかな。古いベッドにナオミが眠っていた。さっきの光景の後のようだ。ドアが開いた。入ってきたのは車椅子の母だった。母は車椅子を進め、ナオミの寝顔に見入っている。その右手が振り上げられた。あの剣が握られた。あっ。僕は心の中で叫んだ。剣を振り上げたのは母の意志ではない。振り下ろそうとしているのは母の意志ではない。全ては屋敷の呪いの力なのだ。はあ、殺したくない。絞り出すように母がうめいた。ナオミ、逃げて。だがナオミはぐっすりと眠っている。ナオミ。剣を振り上げたまま母が叫んだ。母は戦っていた。振り下ろそうとする呪いの力と振り下ろす前とする母の意志。おそらく全力を出し切っているのだろう。剣を握るその両手は震え、額に油汗が浮き、顔は苦痛に引きつっている。もう母は声が出せないようだ。噛みしめた唇からは血が流れている。それでも母は呪いの力と全身で戦っている。不意にナオミが目を開けた。お母さん？ナオミの目には母が自分を殺そうとしているように見えたんだろう。
けて。ナオミは部屋を飛び出した。キャッ。ナオミの悲鳴が聞こえた。また光景が変わった。僕は階段下の壁だった。壁が好きだね、君は。転落者ナオミは首の骨を折って死んでいる。そんな結末ございますか。会場に母が来た。ナオミ。母は絶叫した。その時ナオミの死体から誰かが立ち上がった。それはナオミだった。ナオミはこの時幽霊となった。そのナオミが宙へ浮き、母の前へ立った。ごめんなさいお母さん、殺されずに死んでしまった。でもこの償いはします。ナオミは言った。私、妹のナオミを呼び寄せるわ。そして私たち双子の揃ったところで、ナオミが手を伸ばすと、その手にさっきの剣が現れた。お母さんにこの剣で殺してもらいます。あ、ダメ。母は叫んだ。ナオミ、そんなことをしてはダメ。母は悲しく絶叫した。私は誰も殺しません。もしも呪いに負けてクソをするくらいなら。母の目に涙が溢れた。舌を噛み切って死にます。屋敷に風が吹き、どこからともなく笑い声が響いてきた。はあ。僕は叫んだ。お前かよ。強い風の中で母は体中から白い気体を吹き出して骨と皮になった。髪を見る間に真っ白となった。もうむちゃくちゃやな。すべてが分かった。物分かりいいな、やっぱ。こうして波の母はミイラとなった。おかしいやろ。どんだけ物分かりが良すぎるんだよ。そして光景は闇となって消えた。こうして波の母はミイラとなったって納得できなさすぎるわ。僕はまだ闇の中にいた。どうも、おめでございます。おとぎりそう。双子編、続き後編やっていきたいと思います。さあナミ、行きましょうね。ナミの声が聞こえた。お母さんが待っているわ。ええ、お姉さん。ナミが答えている。ナオミはナミをミイラの前へ連れて行く気だ。ナミ、行くな。だが僕の声は出ない。四方八方真の闇だ。多分壁ですよ、あなた今。私たちお母さんを殺したんですもんね。ナミの声が去っていく。だからナオミがこう、あれか、洗脳してる感じだね、ナミを。違う違う、ナミ。お前は偽の記憶を刷り込まれているんだ。僕はもがいたがどうにもならない。闇の中に突然僕はおぞましい情念を感じた。それ屋敷の情念だった。僕は出ない声でその情念に向かって叫んだ。チクショウ、俺を壁にしておいて、その間にナミを殺す気か。そうともさ。いつの時代の人だよ。そうともさ。日本昔話か。情念が僕の思考に言葉でない言葉で答えてきた。ここで生まれた双子はその母親が殺す。それが私の呪いなんだもの。貴様一体何者なんだ。私はこの屋敷の初代の主。情念は答えた。1800年ブルゴーニュの森に建てられたこの私の屋敷で私は双子の王女を産んだ。そしてこの二人の王女に私は剣で刺されて死んだ。娘たちは権力欲のために私を殺した。急に話がなんか壮大になってきた。もう私は死んでも死にきれなかった。だから私は屋敷に私の剣と呪いを残したのだ。それが双子の母を殺す呪いか。双子が母を殺す呪いか。そうだ。私はまず私を殺した二人の娘にそれぞれ双子を産ませた。そしてその双子たちに二人の母を殺させた。それで復讐は終わりのはずだ。そんな呪いをなぜ現代まで残す。人の心に欲と憎悪があるからさ。私の二人の娘と同じ、笑いすぎ笑いすぎ。二人の娘と同じような欲と憎悪が今も生き続けているからさ。情念は去った。闇が少しずつ明るくなる。僕は2階廊下の壁だった。パワーワードやな。向こうをナオミに連れられたナミが歩いていく。二人の手にはブーケのようなおとぎり草が握られている。開かずの間のドアがきしんで開いた。ナミとナオミは開かずの間へ消えた。ああ、ナミはあの部屋の中でミイラになった実の母に殺されるのだろうか。ナミ、ナミ。僕は声にならない声で叫び続けた。僕は流せぬ無念の涙を流し、出せぬ声を振り絞って泣いた。その時、車椅子が現れた。ミイラは乗っていない無人の車椅子だ。なんかサイレントヒーローを思い出すわ。車椅子は一気に突っ込んできた。壁にされた僕には避けようもない。
まさか壁を破壊するんですか。クロエスはバラバラに砕け散った。不思議なことが起こった。僕は壁の前に立っている。もう僕は壁の僕ではなく僕のままの僕だった。何全問答。クロエスは我が身をバラバラにしてまで僕を救ってくれたのだ。ナミ。僕は開かずの前走った。ナミ。今回ナミの出番が少ないからさ、ちょっと他人行儀のナミもっと見たいんやけどな。開かずの間のドアは固く閉ざされたままだ。僕の力ぐらいではびくともしない。開けろナミ。あの車椅子を思い出し僕は全力で体当たりした。僕の体は弾き返されたが、いきなりドアが透明になった。どういうこと。部屋の中がね、いや声も聞こえる。ナミとナオミがひざまずいている。二人の前の大きな椅子にはミイラが座っている。儀式はもう始まっているのだ。さあ、私たちお母さんに罰してもらうのよ。ナオミが言った。ええ、だって私たち二人でお母さんを殺したんですものね。ナミがさっきと同じことを言った。屋敷の呪いは大昔の母を殺した双子の王子のセリフを言わせているのだろうか。さあ、お母さん。ナオミとナミは声を揃え、両手を合わせてミイラの母に言った。私たちを罰してください。すると脇にあった剣が光った。さあ、いつボイラーが爆発するんだろうね。剣は低い音を立てて空中へ浮かび、ミイラの母の右手に収まった。おお、びっくりした。今なんか、なんていうの、時間差でびっくりした今。何が出てきたのか理解するのにちょっと時間かかった。ミイラの母はその剣にせかされたように振動を始めた。ミイラがミシミシペキペキというような音を立てて立ち上がったのだ。ナオミとナミはひざまずいたままだ。ミイラはゆっくりと剣を振り上げた。やめてくれ。あれほど愛の深かったナミの母も呪いの力には勝てないのだろうか。やめろ、やめてくれ。ミイラは剣を振り下ろした。いや、ミイラの手は宙で止まっていた。振り下ろそうとする力と振り下ろす前とする力が戦っている。ミイラの中で呪いの力と母の愛が戦っている。その時僕は見た。笑う場面じゃないんだろうけどね、これ。うつろなミイラの目から、違う。赤い涙が流れているのを。ナミ、お母さんと叫べ。僕は出せる限りの声を振り絞った。よく見ろ、ナミ。お母さんはお前を助けようとしている。ナミがハッと顔を上げた。お母さん。ナミは母の血の涙を見た。お母さん。ミイラの手は剣を振り上げたまま震えている。お母さん、好きよ。めっちゃ薄っぺらい笑い方してしまった。ナミが全身で叫んだ。その瞬間ミイラは輝き爆発した。これは完全にギャグですね。コメディですよこれ。透明なドアは吹っ飛んだ。ナミ。僕は飛び込んだ。そこのお前。ナミも床へ落ちた影となって消えていた。逃げるなナミ。僕はナミを連れ出した。おお、目の前に鎧が現れた。わっ、危ない、そこのお前。鎧は剣を抜いて切りかかってきた。僕らにはこいつと戦う武器も力もない。あー、ここで選択肢きますか。俺たちはまだ死ねない。ごめんよ。俺たちはまだ死ねない。ナミを抱いたまま僕は鎧に全身で耐えたりした。鎧はびくともしなかった。だっせ。鎧は大きく両手を振り上げ僕らに迫った。だが何かおかしい。鎧は全身から黄色い蒸気のようなものを吹き出しながら、なんか臭そうやな。2、3歩こっちへ力なく踏み出した。鎧があっけなく倒れた。吹き出す蒸気が青く変わった。なんかもうむちゃくちゃやな。バラバラになった鎧の中から現れた緑の猫が目を光らせて消えた。緑の猫。あいつが呪いの正体だったのか。あ、どこだ。あちこちで爆発が始まった。始まりましたよ、ボイラーの出番です。急げ。ボイラーが好きなのか、ボイラーの爆発によって終わらせる未来しか見えなかったのかな、この作者の人は。階段を駆け下りた時にはもうホールいっぱいに炎が広がっている。早すぎるしな、本で広がんの。裏口だ。ナミの腕を掴んで僕は走った。
燃えながら倒れてきた柱に僕らは引き裂かれた。大丈夫かナミ。黒煙に巻かれ熱い。息が苦しい。目が開かない。そこのお前もうダメ。最後まで名前呼んでくれないな。僕は声の方へ手を伸ばした。バカ、ダメじゃない。俺たち生きるんだ。お母さんの分もナミの分も。その時不意にまばゆい輝きが映った。炎と煙の向こうに金色の光。何言ってんだろうね。もう僕の目は開かないのに。僕はその光を信じた。あっちだ。まぶたの向こうにあるその光に導く通りに僕はナミの手を引いてひたすら走った。あっ、空気が変わった。どうやら裏口を出たらしい。出られたぞナミ。裏口から出るの初めてじゃない。ボイラーが爆発する。僕らは屋敷から少しでも離れようと走り続けた。そんなにボイラーって爆発するもんかね。風が頬に当たり煙にやられていた目が少しずつ開けられるようになってくる。どれくらい来たろうか。僕らは屋敷を振り返った。もう内容なんて合ってないようなもんだもんね、これ。ギャグじゃなくてね。薄いな。見慣れた光景。崩れていく。崩れていく。私の生まれ育った家。お姉さんの家。お母さんの家。風が吹いた。ひんやりした空気を僕は思い切り深く何度も吸い込んだ。ナミも同じように深呼吸している。遠く闇を背に黒々した、残骸の山。屋敷はすっかり燃え尽きてしまっていた。そこのお前が私を連れ出してくれなかったら私きっと。ナミが僕を見てそっと言った。ありがとう。いや、俺じゃないよ。僕は言った。え？光が導いてくれたんだ。何言ってんの？まあ、光が勇者か、お前は。そう。あれきっとお母さんだよ。そうね。それともお姉さんだった、お姉さんのだった、お姉さんのだったかもね。お母さん爆発したよ。この BGM よ。僕らは夜空を見上げた。綺麗な星空だった。あっ。波が小さな声を上げた。焼け跡から光るものが天へ昇っていった。一つ。二つ。お母さん、お姉さん。ナミがつぶやいた。ありがとう。それからさようなら。全然いい話じゃないからな。何もグッとこんわ。はい、ってことでなんか悪口ばっかになっちゃった。はい、これ1本でいいな。2つ足も30分ぐらいだもんね。1本にします。多分1本になって上がってると思うので。はい、あとね、シャドウ編、これが双子編でしょ。で、母の恋編、ミニ生首編、父の食欲だっけ編、あとなんだっけな、9個あるんですよ、エンディングが。で、あれか、もう一個シャドウ編か。これで6でしょ。ちょっと待って、ね。ナオミの妄想編っていうのがあるんですよ。そのナオミの妄想編っていうのはかなり入りにくいらしいんだけど、俺一回見てるんですよ。あの直樹が、あの弟の直樹がなんか海なんか魚になりたいみたいな言ってたよ。魚やったっけ、なんか海なら自由にどうのこうのみたいな。あれがね、ナオミの妄想編っていうやつらしいんですよ。だからそれで7個、あと2個なんだ。あとあれか、ミニ生首編。ちょっと待ってな、もう一回言うわ。双子、母の恋、シャドウ編も見たやろ。で、怪魚編で、ミニ生首編、ナオミの妄想編、で、シャドウ編が2つあるのか。シャドウ編が2つあって、あと2つなんだろう。あと多分やけど編を見てないんですよ。あと1個なんだろうな。あ、終わっちゃった。喋ってた。父の空腹編か。父の空腹編みたいな。だからあと火傷編だけだ。はい、多分火傷編を見ればピンクのしおりに行けると俺は信じてるんですけどね。どうなんでしょう。セーブします。
ってことで次回やけど編をやろうかな。おいしょ。でもどうなんやろな、これ本当に見るだけでピンクのしおりいけんのかな。ってことでまた次回やけど編をやっていきたいと思いますので、よかったらまたお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。